新キャラも出てきましたしね。そう、トガちゃんが好きで。おーほーほーほー、福原さん。チューチュー、チューチューしてくれそうだから。え、なんで。チューチューしてくれそうだから。それは、単に、信彦さんの、好み、うん、好みかな。危ねやっぱね、あんなエキセントリックな。あんなに殺したいって言ってたのに。あの、スリルをね、感じられる日常生活っていいよね、きっとね。怖いよー。死にそうなぐらいがちょうどいいじゃん。ああいう人好きですか？結構可愛いよね。いや、怖いよー。早速くんなら分かってくれると思うけど。いや、俺でも、俺ちょっと、もうちょっとなんだろうな。ちゃんと牛耳ってくれる人が好きだから、あの人牛耳ってくれるというか、そういう感じじゃないからな、なんかな。怖くてよくない？いや、怖いですけど。絶対嫌です。いや、でもなんかやっぱりナイフ突きつけるところとかの表情変化怖いじゃないですか。怖かった。超笑顔だよね。超笑顔。超笑顔ですけど。どうしてこんな風になるんだろう。普段生活できます？一緒にもし住んだとしたら。あ、ドキドキしながら生活するんだろうね、きっとね。ずっとだってなんかね、なんか、うん、なんかビルの上にずっと立ってるみたいな。ね、ずっといつ押されるんだろうみたいな。押すなよ、押すなよっていうね。それがいいんですか？なんか、ずっとスイッチ入りっぱなしになれるからいいよね、こっちの。この人、危ねえぞ。死ぬかと思ったが好きでしたね、でも確かに。死ぬかと思った。可愛いよね。